回やってくださいっていう修正 AI は非常にいきますので、この部分をしっかり開けていただくと一番大きな仕上がりができると思います。本日はクリックのスタッフさんにご協力していただきまして、二の腕脂肪球の傷口について皆さんにご紹介したいと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、やっぱり皆さんどうせ脂肪筋するんだったら傷口が目立たない方がいいなって思う方が多いと思うんですけども、それよりも傷口は気になってもいいから仕上がりが良ければいいっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですね。なので今回は実際にスタッフさん目線で、傷口が本当に気になるのかとか、あとは血行重視するのかとか、そういったことも含めて皆さんに僕が脂肪筋する上でこだわっている傷口についてご紹介できればと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。今回二の腕の脂肪筋をするってことだと思うんですけども、傷口は、気になる人と気にならない人、傷口があっても目立ってもいいから、その代わりしっかり取りたいって人がいるんですけども、どっちのタイプですか？私はもうしっかり取りたいタイプです。はい、はい、ありがとうございます、ね。いろんな意見があると思うんですけども、やっぱり全くバレたくないって方は本当に傷口にこだわった方がいいと思うんですけども、結果重視の方は、傷口の数が多かったとしても結果的に満足できる仕上がりになればいいって方がいらっしゃると思うんですね。なので自分がどっちのタイプなのかっていうのは事前にカウンセリングで教えていただければ、その方ごとの傷口の箇所っていうのは提案できますので、それはまず知っておいていただければと思います。まず一般的に二の腕脂肪筋なんですけども、これをまずは皆さん絶対に知っておいた方がいいと思うんですね。で傷口の位置で本当に仕上がりが変わってくるんですよ。で僕の場合なんですけども、まずこの肘のこのシワですね、ここはシワがあるんでもうほとんど分かんないと思うんですよ。だからここから脂肪筋するんですね。こっからこっち側ですね、はい、こっからこういうところとこういうところが綺麗に吸いますね。であとはこの背中ですね、肩甲骨とか背中、ここを吸うときはここからだと吸えないので、この脇の中から吸うんですね、はい、こういうふうにして書くと、ここに傷口今青で書いてるんですけど、こうやってすると分かんなくなりますよね。ここからするとここが綺麗に吸えますね。ここからそう、こっちってなかなかやっぱり角度的にうまく吸えないので、ここからはこっちがメインですね。この辺とかっていうのはこっちから吸ってます。であと正面向いていただいて、この副乳とか気になる方多いと思いますね。副乳とかこの脇肉、ここはですね、この脇の中に作ってますね。ここに作って書くと分かんなくなります。こういうところですね、こういうふうにすると、はい、分かんなくなりますね。あとは骨格にもよるんですけども、僕の場合はこの辺ですね、ここに肘を曲げるとここシワになるの分かりますかね。このところにこの傷を作ると、これ最終的にシワに隠れちゃうんですよね。この位置ですね、こういうところ、ここに作るとこう最終的には分かんなくなりますね。3ヶ月4ヶ月までまだ赤かったりするんですけども、これは最終的に分かんなくなるので、こっから取るとここの部分ですね、はい、こっちからだと取りにくい方はこっから開けて、こっちも取るとこのラインっていうのは綺麗になります。そうするとより直角型っていうのは作りやすいんですね。なので今この対抗で4箇所ですね、片側、そこの部分をしっかり開けていただくと一番綺麗な仕上がりができると思います。ただ骨格的にここの部分を開ける必要がない方もいらっしゃいますので、これはこちらで手術しながら判断させていただいてますので、傷口の箇所が2箇所って方もいますし、ここするんだったら3箇所って方もいるし、4箇所って方もいらっしゃいますので、これは皆さん違いますので、骨格ごとに。それは一つ頭に入れておいてください。もう一回後ろ向いていただいて、しっかりとした仕上がりをするために肘を覗いてくる人ってのはなかなかいないと思いますので、ここはずっとあった方がいいと思うんですけども、この辺をここに傷口を作らない先生もいると思うんですね。この脇の中からこっち側を取るような先生もいるんですけども、そうするとですね、ここは絶対取り残しが起きるんですよ。取り残しが起きますし、むくみを少なくする上で、あざむくみ抑制ドレナージ法っていうのを僕の場合やってるんですけども、溜まった麻酔液が全く流れないんですね、外側に。なので二の腕のところも結構腫れやすくなったりしますので、しっかりと変えたい方っていうのは必ずここからはやった方がいいと思いますね。ここから脂肪筋して取り残しがあって、もう一回やってくださいっていう修正 AI は非常にいきますので、どこに傷口ができるのかっていうのはまず事前に確認しておくと、失敗を未然に防ぐことができますので、傷口の位置皆さんなるべく少ない方がいいのかなって思う方いると思うんですけども、それをすることで結果的に仕上がりが良くなくなってしまったら、あれってなってしまうと思うので、はい、しっかりと変化させたい方は必ずこの日はあった方がいいってことを覚えててください。こっちは、ね、背中とか肩甲骨横の時に使う傷ですので、
こっちやらない方はここはないので、ミニマムで二の腕を少しでも細くするんだったら必ずここだけは開けた方がいいのかなと思いますので、脂肪筋での手術成功させるためのこれは覚えておいてください。今回二の腕をより細くするためにどこに傷を作ったらいいのかっていうのを皆さんにお伝えしたと思うんですけども、脂肪筋がいざ割って自分のこのダウンタイム中の傷口を見たら、傷口がなかなか治らないなって不安に思ってくる方も多いと思うんですね。なので最後にどこにしたらより早く傷を治すことができるのかと、あと傷口が分からなくなるこの期間に関して皆さんにお伝えしたいと思います。でまず傷口なんですけども、これは触れば触るほど傷口に対して刺激が加わりますので、なかなか治りにくくなってしまうんですね。なのでなるべく触らないようにするっていうのと、皆さんにサージカルテープですね、茶色いテープをお渡ししていますので、それを貼っていただくと摩擦とか外部の刺激から守ることができるんですね。なのでこのテープをなるべく長い間貼っていただく、できれば 3,4 ヶ月ぐらい貼っていただくっていうのはとても大事になってくると思います。あとは日焼けもするとあまり良くないですので、日焼けをしないこと、あと乾燥も傷口にあまり良くないですので、可能であるんだったらボディクリームとか何か保湿できるもので傷口を保護していただくと、より早く綺麗に治ることができるのかなと思います。だいたい3から4ヶ月目は傷口が赤くなってくるこのピークなんですよ。なのであれ、なんか傷口が盛り上がってきたなとか赤くなってきたなって思ったら、それはだいたい 3,4 ヶ月目であることが多くて、ただこれは個人差がありまして全員が全員そうなるわけではないんですけども、手術した直後に比べて赤くなったり盛り上がってきてるなと思ったら、これは治る過程で必要な過程ってことをまず理解していただければと思います。で傷口に関しては、ケロイド体質とかいろんなことがあるとは思うんですけども、わからない位置に傷口を作ってるので、最小限の傷口になりまして、すごい丁寧に保護してますので、1年とか1年半とか長い間見ていただければ、自分でもどこにあるのか分かんないくらい本当に分かんなくなってしまうので、あまり心配をしなくていいと思います。皆さん傷口の位置不安に思う方多いと思うんですけども、まずしっかりと細くするためには最低限必要な傷口の箇所があるってことを覚えててほしくて、さらに傷口が治る過程っていうのを理解していただければ、あまり傷口で悩むことはないと思いますので、参考にしてみてください。早速デザインしていきたいと思います。この服に言うと、この外張り、前側と振り袖のところと肩ですね、あと背中、肩甲骨ですね、ここのところですね、ここのところが服にですね、落としていただいて、貼り出しとるといいですね。で、ここに上げてください。傷口をこの脇の中からやると、一番目立たないと思います。そうすると、噛むんですよ。ちょっと、わかんない。で、後ろ向いていただいて、こことかあんまりない人は飛んなくていいと思うので、このまま飛んないと思います。で、ここは肩甲骨のところですね。ここもあるので、こういうところも取っていきますね。利き腕は右ですか？はい、右です。この辺のところまで取ると、このラインがすごく綺麗になりますね。で、最後気になる傷口ですけど、このシワですね。ここに沿ってやっていきますね。あとこの中、こういう風にすると上がる。あと正面向いていただいて、あとこの辺ですね。この辺を取るときに後ろから取れない方はここにですね、ここにシワに沿ってこの傷を作ると分かんなくなりますね。この傷は半年とか1年ぐらいすると分かんなくなるので、あまり気にしなくていいと思います。手術していきたいと思います。今回はクリニックのスタッフさんにご協力していただきまして、どういうふうにしたら脂肪筋で綺麗に作ることができるのか、実際の傷口の位置を皆さんにご紹介できたと思いますので、この動画が少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録といいねボタンを押して応援をお願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたら、コメントしていただけますととっても嬉しいです。それではまた。